拡大本、ルースカヤ・プラウダの一様目。13世紀末の写本、拡大本、ルースカヤ・プラウダの一様目。14世紀の写本、ルースカ・プラウダは、キエフルー式の法令集である。収集された条文は、数段階を経て補追されたものであり、内容的には、刑法、相続法、商法、訴訟法等に関する条項を含んでいる。歴史学的資料としては、特に、 キエフルー式の法律、社会、経済等の面において、現社年代記と並ぶ主要な文献資料に位置づけられている。ルースカヤプラウダや法典、直令を入れるための箱。ルースカヤプラウダは、数段階の条文追加を経た法令集であるが、その最も原型たる編纂本は発見されていない。キエフルー式より、後世の写本のみが残されており、 現存する写本は15世紀から17世紀にかけて、ものが多くを占めている。100人の写本が発見されているが、写本間での表現の異なる箇所も多く、解釈に関する論争の元ともなっている。また、原本には条文に対し条文番号が振られているわけではなく、条項の数にも、やや諸説ある。現存する、ルースカやプラダの書本は2系統に分類される。 すなわち、43箇条からなり、簡素本と呼ばれる、写本群と、この43箇条を修正しかつ新たな条項を追加した、121箇条からなる、拡大本と呼ばれる、写本群の2系統である。さらに、拡大本と他の資料等を定本として編纂された、簡略本が存在したと想定されている。この、簡素本、拡大本の条文は、等によって、 以下の分類がなされる簡素本の構造、拡大本の構造、簡略本の構造、拡大本の抜粋に他の条文を加味したものであり、全50条からなる。ルースカやプラウダの書本のうち、発見された簡素本の写本は2つあり、コミッシア写本とアカデミー第一写本と呼ばれる。簡素本に含まれる条文は、1738年にバシリー・タチーシチェフによって、 新集本、ノブゴロド第一年代期の写本の1016年のページに記載があることを確認されたのが最初の発見である。アカデミー第一写本は、立石チ,チェフが発見したものと同じものであり、最も信頼性が高いとされる。また、立石チ,チェフがこの二つの写本を元に作成した写本が存在している。なお、 タチイシチェフが簡素本の収録を確認したノブゴロド第一年代記は新集本と呼ばれるノブゴロド第一年代記の2系統の写本のうち新しい年代に作成されたものである。これは簡素本の成立年代に関する諸説を生む元ともなっている。拡大本の写本については13世紀から15世紀にかけての写本が発見されている。また、 より新しい世紀のコルムチャやクニーガやメリロプラベドノエ、その他の写本修正本や年代記中にも書集されている。拡大本の表題中にはヤロスラフの名が含まれている。簡略本は17世紀のコルムチャやクニーガの2つの写本の中に書集されており、拡大本と同じく表題にヤロスラフの名が含まれている。ルースカやプラウダはゲルマン法に含まれる。 ヨーロッパ早期の法令集、ブルグンタ法典などに類似する点がある。さらに、ビザンツ法や、教会からの影響があるという説がある。ワイシチャポフによれば、ノブゴロドでは、ルースカやプラウダは、教会裁判において、世俗的な事件に関して履行されたという。また、10世紀以前の東スラブ民族の監修法が、含まれている。その根拠として、例えば、 簡素本第一条に記される、チアダが挙げられる。すなわち、第一条は、人が人を殺害した場合、兄弟は兄弟に、子は父に復讐をなせ、あるいは兄の子が、妹の子が、という趣旨の条文であるが、この親族による復讐の原則に、東スラブ民族の古くからの慣習法との関連が、示唆されている。ヤロスラフ。左手にルースカやプラウダを抱える。 簡素本の、拡条項、拡大本の、拡条項、簡素本に対し、拡大本は、土地所有者の特権や、冷蔵民であるスメルド、ザークプ、ホロープに関する条項などに関する条文に、社会層の文化の振興が反映している。また、クニャージとボヤーレの所有地が発展し、その土地や、その他の財産の所有権を守ろうとする動きが、指摘しうる。さらに、 商品、貨幣経済の発展によって生じた法的規制の必要性により、契約締結の順序や所有物の相続に関する条文が追保された。簡略法の編纂上記の2判に対し、簡略法の成立は大幅に後世であるとされる。アレクサンドル自民は16世紀から17世紀の初めであるとし、ミハイル・チホミローホフは15世紀末としている。 ヤロスラフのもとでルースカヤプラウダの朗読を聞く人々、グリブナ。銀。一家にルースカヤプラウダ中の条文の特徴を述べる。死罪、ルースカヤプラウダは他国の初期の法律のように死刑制度が導入されている。殺人罪に対しては死刑が執行された。ただし、過失による殺人と故意による殺人とが区別されて規定され、背景に深刻な理由があるか。 あるいは軽い動機であるのかという点、被害者にとって、どれだけの侮辱を与える殺害であったか、等の事例ごとに対して区分されており、死刑ではなく重い罰金を科す規定もあった。罰金、ルースカやプラウダには、クニャージに支払う罰金と被害者に支払う賠償金が規定されており、その額は、グリブナ、クナなどの通貨単位を用いて規定されていた。また、誰に対して、 罪を犯したかによって、罰金の額が決定された。例えば、先に挙げた第一条は、チアダによる死罪に関して述べた後に、もし何人も復讐をなさないならば、クニャージもしくはクニャージの端下管理人の場合、80グリブナを持って、殺害に変え、ルシン、グリジ、商人、ボヤーレの端下管理人、メチニクイズゴイ、スロベネ族の場合、 40クリブナを持って、殺害を償え。と規定している。いわば社会的身分の存在を裏付けるものでもあり、ルースカやプラウダ上では、大きく分けて、上流階級、自由民、霊俗民の三分類が見出される。また、クニャージに収める罰金には、以下の種類があった。罰金は、具税、関税とともに、キエフル式の国庫収入源の一つであった。また、 被害者への賠償金として以下の種類があった。ノブゴロドの取引、ルースカやプラウダに基づき、商人は所有物を貸し与えることができた。これによって小売化資業も行われた。すなわち、利子として利息分を金銭で取り戻したりという用語が用いられた。あるいは貸した量より多くの物品を受け取る行為である。また、 相続法に関する記述が詳細に記載されている。相続は法に定められた規定と同様に、遺言による譲渡も考慮されていた。クニャージスード刑法上の犯罪に対しては、クニャージスードと呼ばれる、クニャージの代理人により執行される裁判の実施が規定されていた。事件の解決のために、この裁判で対決できる権利、当事者には平等に事件の経過について述べることが、 できる権利が規定されていた。また、支払い無能利益者から、不細分を回収する手順に関する規定があった。訴訟とその案件の裁定に関しては、以下のような方法が取られた。クニャージとドルジーナ・ボヤーレ中世、ルーシの一般民衆、ルースカヤ・プラウダは、社会層に関する資料としても主要な文献資料に位置づけられている。それは、ルースカヤ・プラウダ中の放棄が、 身分によって罪に対する罰金の額を決定するという特徴を示している点にある。以下はルースカヤ・プラウダ中に記された社会層を示す用語とその解説であるが適用するものとしてスロベニンという用語が記載されている。スロベネ族、すなわちノブゴロドの地に住む人々のことであり、文脈上一般の人々を指している。ルースカヤ・プラウダ中でムージと記される。 自由民階級にあたる人々である。また、第一条には、以下のような役職、社会的身分が列挙されており、これらの地位にある者の殺害も四十グリブナの罰金が課された。特権階級に従属する人々。クニャージのコルムレニエや村等の所領に住み、労働に従事した。ルースカやプラウダ中最も低い位置づけにあり、これらの人々の殺人に対しては五グリブナの罰金と、 規定されたこの中にも、さらに社会的地位の格差が存在した。ルースカヤ・プラウダは、キエフルー式以降に、ルーシュの地に成立した、諸政権、すなわち、リトアニア大公国やモスクワ大公国などにおいて、法廷作成時の転居として用いられた。ルースカヤ・プラウダ本文書籍。ありがとうございます。